回は新しく購入したテントフィールドキャンプドーム100のインナーテントのメッシュカスタムをしたいと思います。インナーテントのベンチレーションは虫が入ってきそうなので100均の車内用日よけを使ってメッシュカスタムをしていきます。25cm、 3cm、 生地のつなぎ目から糸をほどいて中の芯材を抜こうと思います。ニッパーで切れると思ったのですがなかなか手強く、グニグニしていたら切れて芯材を抜くことができました。ニッパーなどで芯材に傷をつけてその部分を何度か折り返すと良いみたいです。危ないよ。布が二重になっているところに縫い付けようと思います。開いたらこうなる感じで、閉じたらこうなる感じ。
以上でメッシュカスタムはおしまいです。最後にバイクキャンプの荷物を軽く吸うべく不要な中身を抜いていく作業をします。必要最低限の中身にしたら 2.8 キロから 2.4 キロに軽くできました。最後までご覧くださりありがとうございました。じゃあまたね。